美味しいもの食べてますか？まいです。最近めっきり寒くなってきましたね。ということで、今が旬のかぼちゃを使ってアメリカ南部のお袋の味、チリコンカンを作っていきます。大きな鍋にニンニク、玉ねぎ、オリーブオイルを加え、中火で玉ねぎが柔らかくなるまで炒めます。牛ひき肉を加え、火が通るまで炒めます。インゲン豆、黒豆、角切りトマト、かぼちゃピューレ、トマトペースト、胡椒、チリパウダー、スモークパプリカ、ガーリックパウダー、オニオンパウダー、クミン、水、塩を鍋に加え混ぜ合わせます。鍋の上に蓋を置き、時々かき混ぜながら沸騰するまで待ちます。沸騰したら火を弱め30分間煮ます。ちなみにこのチリコンカン、元はメキシコの料理だったみたいですが、アメリカに入ってきて独自のアレンジがされ、この形になったそうです。このようなチリコンカンをはじめとするメキシコ風のアメリカ料理をテクスメクスと呼びます。30分間煮込んだ後、スープの味を確認し、必要に応じて塩を加えます。完成。サワークリーム、チーズ、ネギ、コーンチップなどを添えて温かいうちにお召し上がりくださいとのことなのですが、とりあえず今回はシンプルに。いただきます。美味しい。チリという名前はついていますが、全く辛くなく、煮込んだ具材の旨味とトマトの優しい酸味が口いっぱいに広がります。あと豆の種類ごとに少しずつ食感や味わいが異なるので、ちゃんと数種類揃えて入れる方が楽しいと思います。ここでチリコンカン定番のお供と言われているコーンブレッドと一緒にいただきます。コーンブレッドはショート動画で作っているので、ぜひこちらも見てください。コーンブレッドの甘じょっぱい味がチリコンカンとぴったりです。マックグリドルが感覚的に近い気がします。工程も少ないし、万人受けする栄養たっぷりのスープ、参考にしたレシピのリンクと作りやすい分量を概要欄に掲載しています。ぜひお試しあれ。ごちそうさまでした。それではまた。